こんにちは、こんばんは、レイです。久しぶりにね、ドライブシーンの動画から始まりましたけど、今ね、どこへね向かってるかっていうと、前の動画で予告してたような、前だっけ、わかんないけど忘れちゃったけど、パワースポットのね、神社へね、神社へ行くということ言ってましたんで、有言実行というところで、実際に行動してみました。埼玉のね、いいところも伝えていくという動画もね、やんなきゃいけないなというところで、勝手にね勝手に自負してるんだけど、俺は婚活 YouTuber ではないんで、あくまでも独身の、おっさんの日常を、動画に配信するという形が基本コンセプトになってきましてんで、ちょっと噛んじゃった今なってきましたんで、それに基づいてやっていこうかなというところですね。で、今ね、本庄市、埼玉県の本庄市、インターで言うと、関越インターの本庄小玉インターから、行った方が近いところ行ってます。で、何の神社かっていうと、金さな神社、金さな神社というところへ、行こうと思ってます。で、結構なね、パワースポットというところで、何がね、一番最初にこの仏閣巡りっていうのを今回初のスタートなんだけど、何が、きっかけで やろうと思ったかって言ったら、いろんな意味で、初詣も行ってない、婚活もうまくいってない、苦しい時の神頼みじゃないけど、そんなに苦しくはねえんだけど、日本人としてこの、神仏をこう崇拝というところでは、別に俺宗教入ってないけれども、しようというところで、無宗教なんですけれども、普通にね、参拝に行こうというところで、決め手というのが、それとプラス、今ね、御朱印とか流行ってるよね。で、ちょっとブームにね、乗っかりたいなっていうところがあって、御朱印帳、帳簿ね、帳面が、その神社によっていろいろ違うんですよ、デザインが。で、縁起の良さそうなね、デザインの御朱印帳っていうのがあったんで、それがその金さな神社っていうところで、これ本庄で検索しちゃうと何件か出てくるんですけど、田舎の地区の方の、金さな神社、武蔵なんとかって書いてある方をになります。で、上り竜が、なんかデザインされてる御朱印帳な、帳なのでね、帳簿なので、非常に運気上昇みたいなね、上り竜ってただの竜が書いてあるよりも、他の神社は普通に竜が書いてあって顔が正面向いてるっていうかね、斜め正面向いてる感じなんだけど、そこのは上り竜で上向いてるんで、これなんかね、いいんじゃねえかなっていうところで、気になり、もらいに行こうというかね、ちゃんとお金は払いますけども。で、在庫がね、たまにない時があるんで、今日紹介するところ、もし行きたい方は事前に電話をして、御朱印帳があるかどうか聞いてください。で、御朱印の方はもう帳面持ってる方は、普通に行けばやってくれますんで、多分書き置きじゃなくて書いてくれるパターンだと思うんで、なんかこう余計縁起がいいんじゃねえかなっていうところを思ってます。今ね、国道46に、看板出てるけどね、金さな神社の近くまで来ました。このね、国道沿いに、左にね入るとこあるんで、そこが金さな神社の入り口になります。中の方に駐車場があるんで、そちらの方へ入っていきたいと思います。これね、左ね、これ鳥居をくぐって、行くという形になります。結構いいでしょ、雰囲気。ナビうるせえな。とりあえずね、これでいい。で、入っちゃっていいのかな、これな。よくわかんないけど、ベーンって入っちゃう。これいけねえのか。入っちゃったけど、大丈夫かね。どうなってんだ、これ。どこまで進んでいいんだろうな。
じゃあの駐車場があるので、こちら車はね入れるのはここまでという形になっております。頭が飛ぶよね。暑いんだよ今、今日すげえんだよ。もう天気がさ良くて、もうね日焼けしちゃうって感じとりあえずね混んでるかと思ったら全然混んでなかったね。俺嘘ついちゃったね。敵人気の神社って聞いたんで、すごいいるのかなと思ったけど、まあ昼の時間なんでね、わざとね撮影もしたいんで、人があんまり映り込まないように、この時間を選んでみましたんで、これからね中入ってきます。誰もいないのでちょっとね今人がいたから喋れなかったけれども、ここから喋っていきたいと思います。結構ね雰囲気あるよね。あ、人いねえな、ラッキーだなこれな。とりあえずここはね、まあ、本殿というか御神体はないんで、山自体が御神体になってます。なんかね、展望台みたいな、展望台じゃねえ、展望場所があるみたい。ちょっとね、進んでみたいと思います。人がいないんで、喋ってても大丈夫だ。おお、誰だよ、混んでるっつったのよ。全然混んでねえじゃねえか。なんかね、山をね、登れるみたいなんで、ちょっとね御岳の鏡屋っていうのを見に行ってみたいと思います。だって ねなんかありますね、なんかとか言っちゃったとりあえず進んでいこうかなんかこれもう歯入ってんじゃん、体力ねえな俺。でハイキングマップって言ってね、ハイキングもできるようです。こんなね、こんな感じで、埼玉のね北西部の位置になるのかな。でも秩父とはまたね方向が違ってきますん で鏡は特別天然記念物になってるね。鏡はの方へ、これ右ね、
この置物がある方を右に行くと鏡岩と下地になってます。結構急だね。舐めてたらやばいねこれ。いやただ俺が運動不足なだけか。あれ結構急だな。やべえな。あのヒールとかでね女性の人は来ない方がいいと思います。できればスニーカーの方で、来た方がいいと思いますね。自分なんかはねあのちゃんとスニーカーで来てますんで、これで1万4000円のスニーカーです。疲れんな。すごいな。途中途中石像があったり、石像じゃねえか、祠があったりねしますんで、結構急だなおい。嘘だろ。あらまあ結構舐めてたね。でもスキー場で行ったら中級者コースぐらいの斜面あるかな。これね映像もあるね。くそ母行っちゃった。このね登ってくるとこの看板が見えるんで、展望と鏡岩、鏡岩これか。全然なんかつるっというあまりね強いつるさは感じませんが、これが鏡岩になってます。あとね虫除けスプレーこの時期から必要になりますんで必ず皆さん持ってきた方がいいです。もう何匹かね蚊を退治してますんで、こちら来られる方は虫除けスプレー必須です。ほらもう虫来てるよね。 GoPro ビデオストップ。いやストップできねえ。とりあえず上通るか。結構急だ。今ね、上の方登ってきまして、向こうが山頂でこっちが展望ということで東屋がねありまして、ここでお休みしてます。でこちらで、今拝んできまして、20円ですね。20にいいことがありますようにということで20円を入れました。ね、東屋展望がね向こうらしいのでこれからね行ってみようと思っております。